はい、秋茜です。いつもね、こちらのチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、前回出した FX3 とですね、ルミックス S5、こちらの動画のね、コメント欄の方にこのオートフォーカスをね、比較してほしいっていう内容のね、コメントの方を頂戴いたしました。ありがとうございます。やはりですね、ルミックスユーザーとしてはですね、このオートフォーカス性能というのが非常に気になるわけなんですよ。ないものねだりっていうかね、隣の芝は青いっていう感じですかね。動画機におけるね、オートフォーカス性能についてはね、ルミックスユーザーさんも、無視できない、ある意味憧れの、ね、カメラっていう感じでね、ソニー機っていうのはあると思います。実はですね、私自身はですね、こういうご要望をいただかなかったらですね、この2機種のオートフォーカスのね、性能比較っていうのは、実はやらないでおこうかなっていうふうに思ってたんですよ。ルミックスユーザーなんでね、やっぱりこの2機種比べてみて、非常に気になるところでは、正直あったんですけど、あんまりね、ソニー機っていうものはやっぱり多くのね、YouTuber さんが使われてますし、皆さんね、ソニー機買われたら結構レビューの方の動画とかもね、上げられているんでね、そういうところを見比べていただいたらいいのかな、今更私が出すまでもっていうような感じでね、思ってはいたんですけど、私もね、この使い比べている中でね、やっぱりちょっとね、モヤモヤするところが正直あったんですよね。そういうところを踏まえてね、今回はこのオートフォーカスの性能評価っていうところのね、結果とですね、私秋茜がですね、この約1ヶ月間ね、この2台を使ってきた、この使い比べた感想っていうものをね、動画の方にね、まとめていこうと思います。はい、そのわけでね、まず最初にですね、私がこのルミックス S5 とですね、 FX3 をどういった形で使っているのかっていうのをね、少しお話しておこうと思います。私ですね、この2台を使ってですね、基本風景撮影の方をね、メインでしています。オートフォーカスの方はですね、ほとんど使わずに、こういった感じのね、これはフォトレンダーの 50mm なんですけど、こういったマニュアルのレンズをね、基本使って撮影をすることが多いです。 FX3 にもですね、もちろんマウントコンバーター、こちら今ついてるんですけど、こういったマウントコンバーターを介して、こういったフォトレンダーとかね、マニュアルフォーカスのレンズをつけて撮影することもあるんですが、今はですね、こちらソニーの 24mmF1.4 のね、GM レンズ、こちらの方をつけて、テストとかね、兼ねて撮影の方もしています。で、この YouTube 撮影においてはですね、基本的にこの S5 を使うにしても、この FX3 を使うにしても、マニュアルフォーカスで撮影するようにしています。なんでね、他の YouTuber さんみたいにですね、例えばこの商品レビューとかする場合でもね、こんな感じで前の方に出してもですね、基本的にマニュアルフォーカスなんでフォーカス合いませんし、どっちかっていうとね、こうやって手伸ばしてこうやってわざわざ見せるっていう感じよりは、別撮りしてね、それを映像をかぶせるっていう感じでね、皆様に見ていただくことの方が多いんじゃないかなっていうふうに思います。こんな感じでね、マニュアルフォーカスばっかりいつも使ってるとですね、逆にオートフォーカスがね、使いにくかったりとかですね、慣れていないとかね、そういうところがあったりします。風景とかの場合はね、どこにピントを合わすかっていうのが結構曖昧なんですよね。人物撮影とかだと、そう、瞳にね、オートフォーカスを当てるとかですね、そんな感じで決まってくるんで、この FX3 とかでもそうなんですけど、この瞳オートフォーカスってやつですか、最近流行りでね、人物とか動物とかの目にね、フォーカシングを当てるっていう機能がついてるんですけど、私みたいにね、あまり人物撮影とかせずにですね、風景とかね、花とかそういったものをメインでね、撮影していると、カメラがね、途中でオートフォーカスが迷っちゃってね、この途中でパッパッパッと前後しちゃったりとかね、することもあるんですよね。で、そういう時のためにですね、こういう GM レンズとかでもそうなんですけど、ここにボタンがあってですね、私は今これをフォーカスロックで使用してるんですけど、ある程度ね、ピントが決まったらもうここでロックしてしまって、でそれで撮影するっていうね、そういった感じで使用したりするんですが、これを買ったね、一番の理由としては、ジンバル撮影に使用したいっていうところがやっぱり大きいところであったんで、そういった場合はね、こう前後させるんですよね、カメラ自体を。でそういった時にロックしちゃったらね、このオートフォーカスの意味合いがなくなっちゃうんで、そういった時にね、前後させる時にこのフォーカスがね、このブレちゃったりすると、ちょっとね意味がないんじゃないかなっていうふうに思ったりとかね、してしまいます。
で、そういう時にね、使うのは背面液晶の方でね、タッチフォーカスとかですね、タッチトラッキングとか言って、まあ、どこにね、フォーカスをね、当てたいかっていう感じでね、このピッて液晶を押すことによって、フォーカスを当てたい位置っていうのをね、選択することができる機能が、まあ、この FX3 の方にはついています。で、まあ、そういったのを使うとね、非常に便利でですね、一旦トラッキングって言って、まあ、そのここにねフォーカスを当てたいよっていうものを捕まえてしまえば、カメラを持ったままね、どんだけ動いたとしてもそこのフォーカスからずれないっていうね機能があるんですが、まあ、私ね、基本的にそのジンバル乗せたりとかですね、まあ、このまま手持ちで撮影する場合にもですね、実は液晶モニターをこの上に乗せて使うことが非常に多いです。やっぱりですね、そのマニュアルフォーカスに慣れているっていうかね、マニュアルフォーカスばっかり使ってると、このねちっちゃい背面液晶だとピントの山が非常につかみづらいんですよね。なんで、今もですね、まあ、ちょっとこういう感じで、カンペみたいな感じでね、6インチサイズのね液晶モニターの方を、まあ、こういう感じで使ってるんですけど、これをねカメラの上にね、取り付けて、で撮影の方をしています。ただですね、これをつけちゃうと、まあ、これ HDMI でこのカメラの出力からこっちのモニターの入力に入れてるんですけど、ソニーのカメラはね、この外部出力で出しちゃうと、こちらのね背面液晶側が映らなくなっちゃうんですね。まあ、これ瀬戸康史さんとかもねよく言われてて、まあ、非常にね大きい問題視されてるんですけど、まあ、実は私もかなり問題視しててですね、ルミックスの場合だと、まあ、両方ともね、映すっていう感じができるんですけど、なぜかね、ソニーのカメラは、この液晶にね、HDMI で出力してしまうと、こちらのね、モニターが使えなくなってしまうっていう感じになっちゃうんで、タッチフォーカスとかですね、タッチトラッキングとかはね、まあ、一切使えなくなっちゃうんですよね。で、できればですね、まあ、こっちの液晶側でね、こうポチッと押したらね、そういう機能が使えれば一番いいんですけど、さすがにね、HDMI で出力してるだけなんで、で、まあ、そういったことはね、まずできないでしょうし、まあ、そういったところでね、今この FX3 についてはね、このオートフォーカスをどう使っていこうかっていうところでね、非常に悩ましいところではあるのが今の現状でございます。まあ、そんなわけでね、ルミックス S5 にしてもこの FX3 にしてもこのオートフォーカスについてはね、まあ、やっぱりカメラ任せになってしまうのかなっていうところが正直あってですね、で、まあ、このオートフォーカスを調整する機能っていうのも実はこの2機種ともね、備わっています。オートフォーカス AF トランジション速度っていうのとね、 AF 乗り移り感度っていうね、2つのね設定をすることができてですね、まあ、これをね、いじることによって、まあ、自分のね思った感じのオートフォーカスの移り変わりですねっていうのを、実現できるっていうような感じで設定項目としてはあるんですが、それをね今回検証テストの方を行ってみました。テストの内容としてはですね、ぬいぐるみなんですけど、近くに置いたぬいぐるみと遠くに置いたぬいぐるみ、これをですね交互にオートフォーカスを当てながら、実際にね、フォーカスを移した時にどれぐらいの秒数で、合唱するのかっていうところを、今回は見ています。一応ですね、コーヒーを消すために何回かテストして、まあ、それっぽい、まあ、平均的な、ね、値が出たところでね、一応テストの方の区切りとしていますんで、おおよその、感じは皆さんに伝わるんじゃないかなというふうに思っています。ただ、まあ、実際にね外で撮影したりするのと違って室内でね行ったテストなんで、参考程度にっていうところでね見ていただけると幸いです。では行ってみましょう。
はい、じゃあね、テスト結果の方を改めて見ていきましょう。テスト1ではですね、オートフォーカスの乗り移り感度、についてね、比較をしてみました。一番早かったのは、この FX3 のね、最速設定の方が一番早かったです。で続いてですね、2位3位がですね、ルミックス S5 が入って、その後はね、FX3 の方が順当にね、ほぼ、順番通りに入っています。ここでね、一番注目したいのはですね、この追従感度の考え方がね、2メーカーで全く違う点についてね、見ていきたいと思います。FX3 はね、オートフォーカスの乗り換え感度をね、鈍化に伴ってですね、合唱時間がね、だんだんと遅くなっていきます。でそれに比べてね、S5 の方はですね、その追従感度を変えてもですね、ほぼ横並び一直線でね、結果の方が出てまいりました。これはですね、今回そのテストでですね、手前のぬいぐるみから奥のぬいぐるみへね、パッと車体の方をね、切り替えていったためだとは思われるんですが、それに対してね、オートフォーカスを追従させるかどうかっていうところがね、この2メーカーの考え方の違いなんじゃないかなっていうふうに、私はね、感じました。でテスト2なんですけど、テスト2の方はですね、テスト1と、ほぼね、内容は一緒です。ただですね、テスト1は手前のものから遠いもの、近くのものから奥の方にね、フォーカスの方を当てたのに対して、今度奥の方から手前の方にね、フォーカスを戻した時にね、どれぐらいね、時間がかかるのかっていうのを、測定の方をしてみました。結果としてはですね、テスト1とほぼ同じ結果です。両方のテスト結果をね、見てみて思うんですけど、やっぱりね、この追従っていうのは一体何なのかっていうところね、メーカーの思想がね、もう本当に違うんだなっていうのを感じました。 FX3 の場合は次の被写体がね、パッとカメラの中で認識してから何秒後にね、そっちの被写体にフォーカスを切り替えるのかっていう感じの設定のように感じられます。それに対してね、 S5 の方は元あった被写体から次の被写体に映るか映らないかっていう粘り具合ですね、その粘り具合を数値化して設定する、そんな感じのように感じることができました。実際の動作としてはね、そんなに違わないのかなっていう気もするんですけど、やっぱりですね、このオートフォーカスをメインで使っていくっていう上ではですね、かなり大きな違いなんじゃないかなっていうふうに私は感じました。はい、次ね、テスト3なんですけど、テスト3ではね、オートフォーカスの速度をね、調整っていうのを行っています。こちらをね、オートフォーカスの迷いなどでね、若干順位の入れ違いとかいうのはあったんですけど、ほぼほぼね、設定通りの順位となりました。こちらのテストはですね、その使用するレンズによってもやっぱり差っていうのはね、大きく出てくるんで、一概には言えないんですが、今回ね、使った S5 と 20mm、60mm のね、セットレンズ、こちらの方のね、速さがかなり際立ったね、結果となったんじゃないかなというふうに思います。テスト4もですね、テスト3の逆でね、今度遠い方から近い方に、フォーカスを当てた時のね、速度の違いを見てみたんですけど、やっぱりですね、こちらも、ほぼほぼ設定通りの、テスト結果となったように思います。これらのね、テスト結果を見ているとですね、やっぱりパナソニックのオートフォーカスが遅いっていうわけではないですよね。ただですね、やっぱり今回テストしてみて思ったんですけど、パナソニックの方はですね、オートフォーカスに失敗すると、とことん合わないですね。ソニーの方もね、やっぱりその絶対に合うっていうわけではないんですよ。FX3 もオートフォーカス外すときは外します。ただですね、その外した時にもう一回ですね、被写体を捉え直した時にね、ちゃんとオートフォーカスが再度動作してくれてですね、ちゃんと動いてくれるんですよね。でパナソニックの方はですね、なぜか一遍合焦に失敗すると、ちょっとやそっとね、違うところを向けてもですね、再度ね、フォーカスの方を取り直してくれないんですよね。もうあたかもですね、今ここのフォーカス合ってるじゃんみたいな感じでね、もう全然フォーカス動かなくなっちゃって、でそれで余計にね、モヤモヤするところはあるとは思うんですけど、そういった結果からもね、この増面位相差 F だからね、合うとかね、そういった感じじゃなくてですね、本当は私の感覚なんですけど、ルミックスのね、制御ソフトそのもの自体にね、何かそういう問題があってですね、実際にこのオートフォーカスが合わないっていうのはね、そういったところに、既存してるんじゃないかなっていうような気がしました。はい、じゃあね、本日のまとめの方行ってみようと思います。
今回ですね、まあ、オートフォーカスの比較っていうのをしてみましたが、まあ、やればやるほどね、まあ、正直わからなくなってきました。ただね、両方使っていくうちに、まあ、間違いなく一つね、言えるなって思ったことがあります。それはですね、まあ、私自身がですね、このパナソニックの色味が本当に好きなんだなっていうのを、改めて感じました。結局ですね、まあ、オートフォーカス云々っていうのも大切なんですけど、そのカメラでね、撮影した出てくる絵っていうのがね、やっぱり一番の収穫物になってくるんですよね。で、その収穫物を正しく撮るためにオートフォーカスがあるっていうのは、まあ一つわかるんですけど、それでね、そのオートフォーカスありきでカメラを選んでしまうとね、結局その出てきた収穫物が自分の思うような色合いにならなかった場合ね、やっぱりちょっと残念な結果になってしまうんじゃないかなっていうふうに思います。なのでね、まあ、今回そのご質問いただいたみたいにですね、やっぱりそのオートフォーカスの性能が非常に気になるっていうのはね、まあ、非常にわかる話ですし、これからね、そのカメラを新規に購入されようっていう方がね、やっぱりそのオートフォーカス性能っていうのは一つ重要なファクターとしてね、意識されるのはまあまあごくごく自然なことだとは思うんですが、やっぱりですね、そのカメラをもし今後導入されるっていうことを検討する上ではね、今こういう YouTube とかですね、やっぱりその各メーカーごとのサンプルムービー的なものをね、たくさんアップされている方がいるんでね、そういった方のね、映像を見ていただいて、で、私はまあソニーの絵が好きだという場合であれば、もう迷わずソニー行っていただいた方が幸せになると思います。パナソニックもね、そのオートフォーカス云々言われますけど、まあ、今回のね、テストで見ていただいた通りですね、まあ、その迷い出したら、っていうのは正直、はい、否めません。否定もしません。ただ、やっぱりこのパナソニックのね、色合いが好きっていう方であればね、ぜひね、パナソニックのカメラの方を購入されて、で、それでね、自分の作品を撮られて、まあ、作っていかれる方が、きっと幸せになれるんじゃないかなっていうふうに、まあ、私は感じました。で、やっぱりですね、オートフォーカスあるとね、非常に楽です。マニュアルフォーカスみたいにね、いちいち合わせたりとか、その寄っていく時にその手動でね、フォーカスを移動させたりとかね、そういったことをせずにですね、もうカメラ任せですって寄ったりとかですね、もうカメラのモニター見ずにですね、こう撮影したりすることもできるんで、それこそね、本当に機材を一つ持っていかなくてもいいみたいなね、それぐらい、オートフォーカスが優秀だと楽です。ただね、楽だからといってね、本当になんか自動で全てが賄えるっていうわけでもなくてですね、まあ、今回のね、テスト結果を見ていただいた通りですね、まあ、実際にその設定をね、細かくいじってあげないと、まあ、自分のね、思った感じの絵にならない場合、まあ、そのオートフォーカスがね、この動いてしまって、ソニーのカメラはですね、そのフォーカスブリージングって言って、オートフォーカスを合わせるときに、若干ですね、その画角が変わってしまうっていうね、そういった特徴が、まあ、結構大きく出るね、レンズが多いんでね、そういったところでやっぱりね、この細かく動いてしまうと映像としてね、やっぱりちょっとノイズ的な感じになってしまうんで、その辺を考えるとね、まあ、オートフォーカス、まあ、自動であるとはいえね、正しくね、使うためにはそれなりにね、修練が必要なんじゃないかなっていうふうに、私は感じました。はい、今日の動画の方はいかがだったでしょうか。まあ、面白かったよってね、思っていただける方はですね、高評価ボタンの方をポチッと押していただくのをですね、まだね、チャンネル登録していただいていない方はですね、チャンネル登録ボタンもね、ポチッと押していただけるとね、私の励みになりますんで、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、そのわけでね、今日の動画はここまでとさせていただきます。ではね、また次回、こちらのチャンネルの方でお会いしたいと思います。では、さよなら。